撃ち落とす？いや別におしゃまり空中にいないんですけど。この先テンカラットヒル、お、いけるいける、やっとか。ごめんね、驚かした？おじさん。わはは、強いトレーナーよ、行けい、テンカラットヒルに。強いポケモンたちが待ってるぞ。行ってきます。強いポケモンたち、ちょっとオラワクワクすっぞ。よし、プラスパワーを見つけた。この先もケンタロスに納得必要ある。お、あるね、岩があった普通に。どう、ズバッとじゃないだろうね。お、野生のダンゴロが飛び出してきた。誰？誰かわかんないけど可愛くもない。スピードスター格闘マッハパンチで、多分水系が効くんやろうなとは思うんやけどさ。お、効果抜群やった、よかったよかった。でこれもう一発ぐらいでさ捕まえれるんじゃない？ボール私ちゃんと持っとったよね。多分スーパーボール補給したはずなんやけど。お、よっしゃー、いい感じよそれ。うお、大丈夫？うん、大丈夫、全然大丈夫。おし、あ、うん、買っとる買っとる、よかったよかった。スーパーボール、でも最近もうね、スーパーボールでも捕まえれんようなポケモンが増えてきたというか、スーパーボールを何個か使わんと捕まえれんポケモンも増えてきたんよね。お、やったね、ダンゴロを捕まえたぞ。いい感じいい感じ。お、コイルはレベル20に上がった。レアコイルになるには何レベやろ。ダンゴロのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。3段階あるよこの子。あれか、石つぶてゴローンゴローイネ的な感じ。捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。ダンゴロ、マントルポケモン。六角形の空洞は耳、耳なんあれ。音が鳴る方へ歩いていくが、音が止むと困って転ぶ。なんか可愛い。特徴、なんかそういうのを聞くと可愛いね。え、なに？変わらずの石？それ持っとったら進化せんやん。ね、変わらずの石持っとったら進化せんことない？そっかそっか、そういえばそんな石もあったなぁ。あっちにはどうやって行けばいいん？こ、あ、これちょっと待って、人の姿で入らんといかんのやない？ね。ほらほら。ケンタロスに乗っとったらいけんわ、あっちは。お、野生のディグだ。これディグだね、捕まえたんやけど、アローラの姿なんやね、これ。やっぱり、あの毛は、今まで生えてなかったんだ。なんかずっとあんなん生えとったかなって思いよったけど、あれが生えとるのが、アローラの姿ってことか。お、もしや来る？はい、来なーい。はい、来なーい。よし、行くよ。マッハパンチ。よし、いい感じ、いい感じ。でもなんか、生えとったって言われたら生えとったような気もするけんね。なんかよくわからんよね。元のやつとちょっと並べて見せてくれんかな、図鑑で。いい傷薬を見つけた。イエーイ。で、もうこっち飛び降り、ん？なんかこっち、あ、こっちにもアイテムある。よかったー、すぐに飛び降りんくって。危ない、危ない。なにこれ、野生のメレシーが飛び出してきた。なんか可愛いような気がする。気がする。何系やろ？岩系なんかな、この子も。よくわからん。フェアリー系って言われたらフェアリー系な気もするけど。お、あんまり効かんぞ、これ。何タイプ？ポケモン。どうしよう、おしゃまり。おしゃまり出したら強すぎるかな。いっけー、おしゃまり。多分、20代か30代ぐらいのレベルで進化するんじゃないかなって思うんやけど、おしゃまり。どっちやろ。30代やったらまだ結構先やね。水鉄砲、ちょっと試しに。うぅ、ほらほら。あ、やっぱり効果抜群。あー、欲しかったその子。なんかウサギみたいじゃない？何ポケモンかわからんけど。ほい。お、ハイパーボールやったね。まあ、しばらくは使わんけどさ、もったいないし。よいしょ。これで、またちょっとケンタロスに乗って、この辺もうなんもなかった？オッケーオッケー、なんもないね。お、壊せ壊せい。
お、びっくりした、なんかと思った。壊したけに出てきたわけじゃないよね。タイミングがちょっとぴったりあっただけやね。あ、でもこれでレディバーレディアント。何これ、でかくね。これは壊せんってこと。大きくて重たそうな岩だ。ポケモンのパワーなら押せるかも。さっきのあれじゃないん、カイリキいるんじゃない。ちょっと貸してよ。貸してよ、カイリキ。テンカラットヒル、最奥空洞。なんかこんな場所に出てき、お、硬い石を見つけた。漏らさず拾うよ。って言っても私のことやけん漏らしそうやけど。金の玉を見つけた。この辺にあれやろ、イワンコがおるってことやない。やけど直しを見つけた。あれ、そういえば、やけど直しじゃない。そういえばさ、イワンコ全然出てこんのやけど。え、出てくるんやろ、ここ。あ、草むらにおるってことか。なるほどね。さあ、出てこい、イワンコ。あら、ワンリキ。これ進化させたら使えるってこと？え、進化させてライドポケモンに変えるってことはできる、変えるっていうか、ライドポケモンになるってことはあるんかな。マッハパンチ。捕まえたい、捕まえたい。あ、全然や。ちょっと待ってね。何系かな？コラットで行くか。コラットで。レディアン戻れー。いっけい。よし。あれ？でもさ、ゴーリキをワンリキにするって、なんか通信が必要やったよね。アスムス通信でもさせていただくかな。ね。ちょうどいいのがいらっしゃるから。あ、もうこれでちょっとずつやっていくか。格闘、あ、そっか、飛行や。飛行タイプが効くんや。まあ、でも捕まえたいけんこれでいいや。もう一発、あ、ちょ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。ちょっと待ってね。何で行ったらいい？もうヤングースでじわっと行く。あ、ヤングース。うん、ヤングースでじわっ、待って。タイプ一緒じゃね、コラッタと。あ、危うい、危うい。ちょっと待ってね。追い打ちで。噛みつくの方が良かったかな。ひるませた方が。あー、止まって。そこそこそこ。あ、やられそうじゃね。キャー、ヤングース。お、よかった。微妙に残った。微妙に残ったからなんだって感じやけど。やめてよ、呼ばないで。呼ばないで。今から君捕まえるから。よし、オッケー。ほい、それじゃあ、スーパーボール。さあ、捕まってくれ、ワンリキー。来いよ、来いよ。お、お、あ、来そう。うっしゃー。やったー、ワンリキーを捕まえたぞ。イエーイ。あー、よかった。さあ、これでワンリキーのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。いいね、いいね。登録完了。でもこれね、メレメレ図鑑まだまだ 27% とかなんよ。やばくない？もうこの島終わったーって思いよるけど、全然まだまだポケモン捕まえてないってことだよね。ワンリキ、怪力ポケモン。大人100人を投げ飛ばすほどの怪力は毎日ゴロンを持ち上げることで作られる。ポケモンで鍛えようんや。ボックスへどうぞ。じゃなくて、イワンコが出てこいよ、イワンコが。なんかさ、体験版ではイワンコ結構出てきたようなイメージあったんやけど。お、メレシー。全然出てこいよね、なんか。この製品版では。あ、でも一応効果ありなんや。あんなに効かんかったのに。ほら、全然効かんやん。え、岩落としとかちょっとやばい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 。あ、ダメダメ、それはダメだ。どうしよう。やっぱりもう、いや、でもおしゃまりで行ったら多分一発で死ぬんよね。一発で死ぬんよね。戻れ。はたくとかやっとったらとりあえず残るかな。まあ一発とかでは死なんと思うけん。とりあえずはたいてみようか。いや、こっちが助け呼びたいわ。あなたは大丈夫でしょ、まだまだ全然。何もピンチじゃないから。さあ行け、はたく。あ、チャームボイスの方が良かった？
こっち今効果今一つやけど、チャームボイスの方効果ありって書いとったよね。じゃあちょっとそっちにしとこっか。チャームボイス。うわーかわいい。ね。あ、まだこっちの方がいいわ。こっちでちょっとじわじわ行って、スーパーボール行こっか。さあ行け。でも本当、テンカラットヒル強いポケモン多いな。レベル上げとかで使えそうやね、ここ。おー、やべ。ちょっと待って、ハタクにして、チャームボイスこのままやったらなんかあと一発ぐらいでやっつけてしまいそうやけん。おし。赤くなった、赤くなった。これであとは、これであとは、角張るって何？硬くなると攻撃力アップ。なるほどね、防御力アップじゃないんや、そこ。さあ、行け。お願い、捕まって。捕まって、誰やっけ？メレシーやっけ？うえ、出てきたよ。ちょっと待ってね。もう一回、はたくいけるかな？あー、いけるような気はする。うん。はたけ、はたけ。はい、そこで、べしっと。これでどうよ。撃ち落とす？いや、別に、おしゃまり空中にいないんですけど。落とされはしないかな。撃たれはするかもしれないけど。さあ、来い、今度こそ。どうよ、どうよ。お、おっしゃ、くる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 。イエーイ。やったー、メレシーを捕まえたぞ。はぁ、よかった。はぁ、よかった。ほら、結構な経験値入るよ。ここの場所。メレシーのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。あ、この子は進化系とかないんや。登録完了。捕まえたのはどんなポケモンか。メレシー、宝石ポケモン。さほど珍しいわけではないが、キラキラと輝く宝石の体が女性に人気だ。可愛いもんね。え、でも女性は見た目の可愛さというよりは、そのキラキラ輝く宝石の部分が好きということか。もうとりあえずこの辺のモンスターも、あ、出てきたやん。あ、よかった。よかった。諦めて帰ってしまうところだったよ。それじゃあ、あ、どうしよう。銀色の風。捕まえんといかんのよね。あ、ちょっと待ってよ。言わんこ弱いから。言わんこ弱いよ。虫タイプの技にやられてんじゃねえよ、おい。ちょ、もう一回出てきて、もう一回。言わんこ、言わんこ。もう、いましたよっていう報告だけでよくない？だって、どうせこの、私が捕まえて言わんこを連れていくわけじゃないんでしょ？あ、パッチールやん。パッチールよ、パッチール。よーし、捕まえよ。もうほら、こうやってね、どん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 。え、格闘で行ったらちょっとやっつけてしまうかな。ノーマルよね、この子。あ、大丈夫。効果抜群やけど、一応大丈夫や。あ、レディアン逆に大丈夫っすか？ちょっと待ってね。マッハパンチ、マッハパンチ。おし、大丈夫。耐えた、耐えた。マネっこ？やめてよ。ん？いや、ちょっとやめてって。あ、全然大丈夫やった。え、てか減った？ 1 も減ってない気がするんやけど、気のせいか。さあ、行け、スーパーボール。なるほど、パッチェールはモノマネ系？メタモン系っすか？よし。なんかレベル上げしてるときに草むらで捕まえたドーブル？ドーブルも捕まえたんやけど、それもモノマネ系やったよね。スケッチで相手の技を盗むっていう。パッチールのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。なんかこっちが酔いそうだわ。パッチールも進化系はなしと。ふんふん。あとちょっとで 30% いくね。ブチパンダポケモン。パンダな。ブチ模様は一匹一匹違う。かすかなブチの位置の違いは楽しむマニアもいるという。え、マジで本当に違うんかなこれ。何気に見てみたいけど。まあでもそのために集めはせんかな。さあ来い。なんか昔金銀クリスタルあたりでさ、アンノーンをさ、めっちゃ集めよったけど。なんか、普通の、あ、来た。普通の図鑑とは別にアンノーン図鑑とかなかった？あったよね。A から Z まで集めるってやつ。あ、そうよ。ちょっと今、レディアン今ちょっとやばいんよね。あー、でも一番体力あれなんか、
あ、いやでもヤングースも体力がな、これはこれはスピードスター、スピードスターでちょっとレジアンスピードスター、これを繰り返していけばちょっといけるんじゃない。ちょっと待ってね、とりあえず一旦ちょっと傷薬使ってね、レディアンに傷薬使ってこれでスピードスター繰り返していったら多分捕まえれるはず。よし、オッケー。なになになに、遠吠えって、攻撃力アップ、マジか。やられるということもちょっと考えなければいけない。さあ行け、スピードスター、あと1回ぐらいかな。ひえー、まだ大丈夫か、呼ばなくていいよ、呼ばなくていいよ、助け。あー来たし、マジか。捕まえれる確率が上がったって思えばいいんやけどまあね、一応一発でやっつけることもできるけんさ。あ、スピードスターは全体攻撃？ほら、2匹ともに。あと一発ぐらいいけるかな。まあ、あと一発いけんかったとしてももう一匹おるけん、まあ大丈夫か。じゃあもう一発、とりあえず保険で。いっけ、スピードスター。おっさ、あ、いいよ、それいいよ。ってことで、もう一匹のイワンコを、ちょっと、ささっとやっつけます。レディアン、耐えてね。あ、なんかどんどん命中率下げられようんやけど。やべえ、命中率下げられるのやばいな。ちょっと待ってね。マッハパンチ。そっちに。さあ、いけ、レディアン、マッハパンチ。両方とも。どっちの方がギリギリ残っとる？早く早く。あー、右側やね。ってことで、はい、左側やっつけます。マッハパーンチ。これはとりあえず2匹までしかポンってことよね。オッケー。よし、それじゃあちょっと、スーパーボールを使わせていただくよ。めっちゃこっちを、うわー、待って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 、来る？もしや。よっしゃ、よかった。さあ、そろそろ決着をつけようじゃないの。はい、スーパーボール、これで捕まえたらやっとお兄さんに報告ができるよ。おし、イエーイ、やった、イワンコを捕まえたと。しかも 30% 記念やで。お、しかもレディアンレベル20上がったし、イエーイ。イワンコのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。イワンコも進化系がおるんやね。ほら、メレメレ島のポケモンたちだんだん詳しくなってきたろうとね。でもあとまだ 70% もおるよ。子犬ポケモン、昔から人と暮らしてきた。トレーナーが悲しんでいるとそれを察してそばを離れない。ほんと犬やな。いりません。よし、じゃあこれでここで捕まえたよっていう情報を教えてあげよう、あのお兄さんに。この人？この人？あ、やね。おお、イワンコを捕まえたの。ちょっと図鑑見せてよ。どうぞどうぞ。ふんふん。イワンコって首の岩をぶつけ合って挨拶するんだ。知らんけど、そうなん。図鑑にそんなこと書いてなかったけど。へえ、かわいいだけじゃない。面白いポケモンだね。いやあ、ありがとう。オイラも捕まえに行ってみるよ。これ、ささやかだけど俺、遠慮せず持って行ってよ。なになに？おお、エリナは3000円もらった。マジでお金？現金っすか？ありがとう。さて、オイラもハニーのためにイワンコを探しに行ってみるよ。行けよ。あ、この場から去って去っていくわけじゃないんだね。じゃあ、行ってらっしゃい、お兄さん。ハニーやって。きっと奥さんの方はダーリンって呼びよんやろうな。ん？なんか今道具落ちてなかった？ほら、多分ここの上にあるわ。ここ。おー、見落とし。毒消しを見つけた。
あ、こっちから帰って行った方が、こっちからやったらあれやん。草むらなかったやん。なんてことだ。よし、じゃあそろそろ行けるね。の前にちょっと回復をしておこうか。で、どこに行けばよろしいって？いや、ポケモン図鑑じゃないんだ。ポケモン図鑑を呼び出したかったわけではなくて、ママに報告終わったらポートエリアにレッツロー。ポートエリア、ポートエリア。ちょ、待ってね。乗ります。ね、ポートエリアってどこやった？ちょっと忘れたんだけど。ちゃんとマーク出てる。なんか歯を折ったけど、今そこ。歯をに思いっきりぶつかったけど、ケンタロスで。ってことは、リリエもその辺におるんかな。ポート、あ、ここの下の方か。ん？違う？なんかこっちの方じゃなかった？あ、あそこや、あそこや。あ、ごめんなさい。そりゃ振り向くわな、お兄さんも。ここ、ここ、ここ。来たよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。